平野翔が語る、尊敬する俳優は小栗旬、再共演の可能性と今後の活躍に期待。驚愕の理由も、ファン熱望。花晴れコンビの未来を大予想。平野翔が先日、自身のインスタグラムでファンからの質問に答え、尊敬する俳優として小栗旬の名前を挙げたことは、多くの反響を呼びました。彼の投稿には、やっぱり俊さん、というファンの驚きと喜びの声が溢れ、 二人の再共演を望むコメントも数多く寄せられました。平野と小栗は2018年に放送された人気ドラマ「花のち晴れ、れ花」をネクストシーズンで共演し平野は神楽木馬役小栗は花沢るい役を演じ視聴者にとって印象深いシーンを作り上げました特にこのドラマでは2人のキャラクターがそれぞれの役割に基づきながらも互いに補完し合う姿が描かれファンの間では また二人ででスクリーンに登場して欲してていいいという希望が強く残っているのですこの作品での経験を通じて、平野は小栗の豊富な演技力と、役に対する真摯な取り組み姿勢に深く感銘を受けたのでしょう。平野翔は近年、歌手や俳優としての才能を開花させ、日本のエンタメ界に新しい風を吹き込む存在となっています。彼のナチュラルな魅力や親しみやすい人柄に惹かれるファンは年々増加しており、 若手俳優の中でもひときわ目立つ存在となりました。そんな彼が、尊敬する俳優に小栗旬を挙げたことで、ファンの間ではその選択に深い共感と感動が広がりました。小栗はこれまで多くの人気作品に出演し、数々の異なる役柄を自在に演じ分ける実力派俳優であり、業界内外から高い評価を受けている人物です。そのため、小栗を尊敬する若手俳優も多く、平野がその一人であることは、 彼のの成長とと向上心の現れと言えるでしょう。また、平野にとって、小栗は単なる憧れの俳優以上の存在であり、彼の演技に触発されることで、平野自身の演技や役への向き合い方において新しい視点やインスピレーションを得たのではないでしょうか。平野のインスタグラムフォロワー数は、解説からわずか4日で300万人を超え、その後も急激に増加し、現在では430万人以上に達しています。 この数の多さは、彼の人気と影響力の大きさを象徴するものです。SNS の普及によって、ファンと直接的に交流できる機会が増えたことは、アーティストや俳優にとって大きな意味を持ちます。平野のような人気俳優にとって、ファンとリアルタイムでつながり、彼らに日々の出来事や心境をシェアする場を持つことは、ファンにとっても特別な体験です。特に、彼の好きな俳優に関する発言は、 ファンにとって平野がどのような価値観を持ち、どのような人物を目指しているのかを知るための貴重な手がかりとなります。こうした SNS を通じた発信は、平野の人柄や考え方を垣間見ることができ、ファンとの絆を一層深める要因となっています。さらに平野は今年、新たな挑戦として滝沢秀明氏が設立した新会社、渡米に加入し、神宮寺勇太と共に新たな舞台に挑むことを発表しました。 この決断はファンの間でも大きな話題となり、彼が今後どのような方向性で活動を展開していくのか、そして小栗旬のように幅広い役柄を演じ分ける俳優として成長していくのかに注目が集まっています。彼のこれまでのキャリアはすでに多くのファンに勇気と希望を与えており、今後もさらに多くの人々に影響を与えることでしょう。そして、もしも小栗旬との再共演が実現するならば、平野にとってもファンにとっても、 それはまた特別な思い出となり、彼のキャリアにおいて新たなステップとして刻まれることでしょう。平野翔と小栗旬の再共演が実現する可能性は、ファンにとって一つの夢であり、また平野自身の成長にとっても大きな意味を持つでしょう。小栗が培ってきた演技への姿勢や役作りのプロセスに触れることで、平野もまた新たな視点や技術を吸収し、より奥深い演技へと磨きをかけていくことが期待されます。小栗は、 ただの俳優としてだけでなく、監督としても挑戦し、演劇界や映画界全体で自らの地位を築いてきた人物です。平野にとって、小栗との共演や彼から学ぶことは、俳優としてのスキルを高めるだけでなく、自身のキャリアについての考え方を深める機会になるでしょう。また、平野がこうしたベテラン俳優を尊敬し、目標とする姿勢は、若いファンにとっても学びや励ましを与えるものです。 芸能界の道は決して平坦ではなく、役者としても常に新しい課題に直面します。平野が小栗のような存在を目指して努力を続けることで、ファンもまた自分自身の夢や目標に向かって努力する意欲をかきたてられるのではないでしょうか。実際、SNS でファンと共有した、尊敬する俳優という平野の言葉は、単なる発言にとどまらず、彼の俳優としての未来に対する覚悟を表しています。 これからも彼がいかに成長し、次世代の若手俳優のリーダー的存在となっていくかを、多くのファンが期待しながら見守ることでしょう。平野のキャリアの中で、再共演が実現すれば、小栗との関係性は深まり、さらにその経験が平野の演技の厚みを増すことは間違いありません。映画やドラマの制作関係者にとっても、平野と小栗の共演がもたらす相乗効果は非常に大きな魅力となり、 話題性や視聴率の面でもプラスとなるでしょう。再共演が実現すれば、ただの演技としてではなく、お互いに刺激を与え合うことで、よりリアルで深い表現が引き出されるのではないかと期待されています。ファンにとって、彼らがスクリーンで再び共に演じる姿は待ち望まれる瞬間であり、作品の内容や役柄を超えて、視聴者にとって忘れられない経験となることでしょう。このように平野翔のキャリアにおける、 オグリシュンという存在は、単なる憧れの枠を超え、彼の成長と未来に大きな影響を与える要素です。ファンとの絆を深めながら、SNS を通じて日々の思いを発信し、これまでと異なる次元で活動の幅を広げようとする彼の挑戦は、まさに今後の俳優人生を豊かにする糧になるに違いありません。さらに、平野翔が目指す、俳優としての成長には、 日本の芸能界全体において新たな波を起こす可能性も秘めています。大栗旬のように実力とカリスマ性を兼ね備えた俳優は、長年日本のドラマや映画界をけん引してきましたが、彼もまたかつては若手として一流を目指してきた経緯があり、努力と経験を重ねた末に今の地位を確立しています。平野が小栗の足跡をたどりながら、自らの役者としての幅を広げることで、 次世代の俳優として新たなスタンダードを築き上げていくことが期待されています。また、平野はこの先、映画や舞台といった異なるジャンルに進出することも考えられます。小栗は自身のキャリアの中で数々の作品に出演し、主演だけでなく、脇役としても強い存在感を発揮してきました。その幅広い演技力が小栗の魅力の一つであり、平野が彼のように多様な役に挑戦することで、 新たな視点や技法を学び俳優としてさらなる成長を遂げる可能性があるでしょう。平野自身が持つ独自のカリスマ性や親しみやすさに加え経験豊かな演技が加われば彼の役者としての地位はより確固たるものになるはずです。現在彼が Instagram での発信を通じてファンと直接つながり思いを共有していることも今後の活動にとって大きな力となります。 SNS は俳優としての姿を超えて、一人の人間としての平野紫をファンに感じさせる媒体であり、ファンにとっても親近感を抱きやすい場です。平野がファンからの質問に答える形で小栗旬への尊敬を示したことで、彼がどのような影響を受けて成長しているかが伝わり、ファンは平野をより身近に感じることができました。この距離の近さは平野にとって大きな強みであり、 彼が一流の俳優としての階段を上っていく過程をファンと共に歩んでいく感覚を生み出しています。さらに、平野翔が新たなエンターテインメントの世界に挑む姿勢は、彼の成長意欲を象徴しています。滝沢秀明氏の渡米への合流は、彼にとって未知の可能性を開くチャンスであり、俳優としてのスキルのみならず、プロフェッショナルとしての意識をもさらに高めることでしょう。これからのキャリアにおいても、 平野がどのような選択をし、どのようにして自身の表現力を高めていくかが注目されます。今後、俳優としての成熟を遂げるとともに、彼が目指すビジョンが日本のエンタメ界に新たな一歩をもたらすかもしれません。ファンと共に歩むこの道が、彼の俳優人生をますます豊かなものにすることでしょう。